新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症 COVID-19 ワクチン自衛隊大規模接種センター自衛隊東京大規模接種センター自衛隊大阪大規模接種センターが設置される大阪府立国際会議場自衛隊大規模接種センターとは日本国内での新型コロナウイルス感染拡大に再始2021年4月特に感染拡大が危惧されていた東京都と 大阪府に設置された臨時の新型コロナウイルスワクチン接種会場である。名称はそれぞれ自衛隊東京大規模接種センターと自衛隊大阪大規模接種センター。東京センターは大手町合同庁舎、大阪センターは大阪府立国際会議場に設置された。予約受付は予約専用ウェブサイトもしくは LINE、電話からとなっている。 2021年4月27日に菅義偉内閣総理大臣と岸信防衛大臣から出された指示に基づき自衛隊が設置し運営しているモデルナ製 COVID-19 ワクチンモデルナ緊急が接種に用いられる当初東京会場については東京都をはじめ埼玉県千葉県 神奈川県の1と3県居住者のうち大阪会場については大阪府、京都府、兵庫県の2府1県居住者のうち65歳以上で自治体より送付された接種券を持つ人を接種予約の対象としていたが徐々に拡大され6月10日には対象地域を全国に6月16日には対象年齢を18歳以上に9月30日には 16歳以上として予約受付を拡大する。また、電話予約も当初は受け付けていなかったが、6月26日から可能となった。設置、運営期間は当初8月23日までだったが、7月21日、9月25日頃までに延長され、9月2日、11月30日までに延長された。 1>, 1回目の接種は10月23日に終了し、10月24日以降は、すでに自衛隊大規模接種センターで、モデルナ製ワクチンの1回目の接種を受けている人々を対象に2回目の接種のみを行う予定である。東京都千代田区大手町の大手町合同庁舎3号館に設置。2021年5月17日午前11時予約受付開始。 自衛隊から医官約50名、看護官等、約130名が派遣され、民間からも看護師、約110名が配置される。5月24日午前8時より、ワクチン接種を開始した。大阪府大阪市北区中野島、大阪府立国際会議場に設置。2021年5月17日午後一時予約受付開始。自衛隊から医官約30名、看護官等、 約70名が派遣され、民間からも看護師、約90名が配置される。5月24日午前8時よりワクチン接種を開始した。なお、期間中は、主要駅から無料シャトルバス、直行バスが運行される。ありがとうございます。